れた。もう寒かったからさ、今日風めっちゃ吹いてて、帰り寒くて、帰り道に肉まんと、見て、お、ニキビできてる、ここ痛い、肉まんとなんかチキンみたいな食べながら帰ってきたら、お腹いっぱいになったから、とりあえずあとはお風呂入って、あとちょっとこの後まだ決めることがいくつかあるので、お風呂入りながらそれを決めようかな。うん、疲れた。うん、あ、サウナ行ってリフレッシュしたら、うわサウナ行きたいな、サウナ行きたい。雪見たって見てないよ、ずっとお部屋の中にいたからさ、お話し会で見てない。なんか髪の毛ねえ、雪降ったんだもんね、そりゃ寒いよね。サウナ好きなんだって、サウナ好き、サウナ部だもんねって。それな、結局最後までサウナ部の活動は大西はなさそうだ、悔しい悔しい、せっかくサウナ部になれたのに、残念。今日で最後だったって。ああ、お話し会ありがとう。そう、今日のねお話し会最後っていう方も多くて、明日が大西は人生で最後の AKB48 のオンラインお話し会は最後になるので、最後楽しみたいと思います。いろ最後になっていくので、そうだね、まあでもあと本当もうあといくつかしかないよね、さ片手で数えるほどだよね。明日最後のお話し会、もうあと1週間ぐらいしたら最後の舞台、もう次が多分日本酒のイベントとかもあるから、最後のイベント、その後が最後の劇場公演かな。うん、ね、もう片手で数えるほど AKB の中でのね仕事が最後になっていくので、そうね、もうちょっとで残り1ヶ月も切りそうなので、うん、明日も楽しみたいと思います。卒業発表から体感一周って本当？確かに早いよね。卒業公演の日は暖かい日になればいいな、気温が。一番寒いのが苦手なのに、一番苦手な時期に卒業する。
そうなの、いっちゃん寒いよね2月なんて。まあ逆に一番苦手なね季節だからこそ一個好きな理由ができるかもしれない。好きというかね、大切な季節になるかもしれないからね。うん、あったかくなるまで延長しましょうって嫌です。本来、いや本当に、なんかね、もしマジで本来ならまず去年までだったし、その前の本来ならで言うなら本当は去年の誕生日だったのに。こんなにも長く幾度となく延長となってきたので。そう、大西にとっては割とようやくというかね、なので、そうそうなのよ。本当は自分の誕生日にね、そう卒業できたらと思ってたけど、うん、いろんなことがありここまで、うん、になりました。だからもう実質実質っていうところあるよね。うん、いてて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 、じゃあもう一回延長しますかって、しません、あと1ヶ月頑張ります。痛いの、痛い、肩痛いんだよね今、マッサージ行きたい、うん、うん、寒いから余計かなって。いやそうなんだよね、絶対冬って肩こるよね、服も重たいし、グッてずっと力入れるからさ縮こまるし、肩が痛い、そうなんだよね、だから冬苦手なんだよね、肩こるからね、お風呂入って温めよう。ゴリゴリ言ってるマジで。本当に肩もみ会とかやってくんないかな。お話し会の代わりに肩もみ会とかやってくんないかな。ダメ？CD1 枚10分CD1 枚10分、お西の肩を揉める、どうですか。ダメですか、さすがに、さすがにふざけたこと言いすぎ、人生舐めてるこいつ、ごめん。お話ありって、ありっちゃありやけど、もしマッサージ中はごめん、無言かも、ごめん、寝てる、私寝たい。いや本当に大西のさ肩とこの背骨のとことかちょっとマジで
触って体験してほしい、この硬さ。本当にビビるぐらい硬いんだよね。うん、そう、おもろい。ずっと骨だと思ってたところが筋肉だったのにし、うん、おもろい。骨だもんね、こことか骨だと思ってた。なんでそんなに凝るかなって。そう、あれなんだよ、何回か言ったことあると思うんだけど、もう首もね、ストレートネックっていう、あのまっすぐな骨なんですけど、ストレートネックと腰まで全部まっすぐなんだって。私骨が普通ならこううねってるんだけど、そう、首からこのお尻までズドーンって骨がまっすぐなんだって。だから凝りやすいんだって。うん、うわ、きしょ、あ、ぐわごめん、やば、思ったことが言葉に出てしまった。うわ、やばい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 、ごめん。わ、ちょっとごめんごめん。最近ちょっと正直なんだよね、おにし。ごめんね。気色ない。ごめん。気色ないよ。ごめんね。ごめん。めっちゃごめん。めっちゃごめん。本当にごめん。今はアイドルとしてやばいことを言ったと思う。本当にごめん。本当にごめんね。ごめん、なんか、そう、最近なんか、素直なんだよね。そんな言う風に言っちゃダメだね。ごめん。でも、あんまりね、ちょっとセクハラっぽいことは言わない方がいいかもしれない。うん。やめといた方がいいかもしれない。大西も気をつける。一緒に気をつけよう。本当にごめん。本当にごめんね。ごめんごめんごめん。ごめん。マジでごめん。もう絶対言わない。もう絶対言わない。もう絶対言わない。ごめん。気をつけましょうって、うん、めっちゃ気をつける。昔小学校の先生にも言われた、きしょいっていう言葉じゃなくて気持ちが悪いって言いましょうっていう風に怒られたことあった、小学校4年生の時に。ごめんね、ちょっと言葉が汚かったね。あんま買わないの、あ、ほんと？ごめんね。うん、西も気をつける、ありがとう。10分経った？終わろ。終わろ、ありがとうね、本当に。危ない危ない、ありがとうありがとう。ということで、ランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。
1位キョイさんありがとうございます、イエイ。そして2位がヨちゃんの言うももちえ大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が KITT さんありがとうございます、イエイ。そして4位があっくんありがとうございます、イエイ。そして5位が千原のちーやんさんありがとうございます、イエイ。そして6位が黒柴のりこてんさんありがとうございます、イエイ。そして7位がカホアットマークありがとうキュンキュンさんありがとうございます、イエイ。そして8位が RTO アットマーク大西郡マリアさんありがとうございます、イエイ。そして9位が大西かっきーアットマーク大西郡さんありがとうございます、イエイ。そして10位が大粒ちゃんありがとうございます、イエイ。そして11位がちょうちゃんアットマーク香港好き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 さんありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がうららちゃんありがとうございました、イエイ。ありがとうございます、皆様も本当にありがとうございました。ありがとう。ということで明日は最後のお話し会楽しみたいと思います。ぜひぜひ来てくれる方はゆっくり休んでね、ありがとう。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。